どうもピッチピッチなテクタンと申します。ポケモン盾実況プレイパート45始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前回シーソーコンビと呼ばれるね人たちが何かを起こしているわけなんですけれども、まあ、その何かっていうのがこのスタジアムでね、なんかダイマックスポケモン暴れさせてるっていう、まあそんな感じかな、うん、簡単に言うと。それでね、3つのスタジアムを回ったんですけれども、今はとりあえずブラッシータウンのポケモン研究所へ行きましょうってなってるんで、まあ行ってみましょう。まあ、さらにね追いかけるっていう感じで、ちょい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 びっくりした、カーソルが勝手に動いた。なんか時々あるよね、コントローラー勝手になんか動いちゃうみたいな。もう覚えたで、私研究所こっちやろ、覚えたで、さすがにねえ、めえ。さあ、じゃあ話を聞きましょう。ソニアさん、ローズ委員長が、え、おる、あ、そっか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 、おるんやった。なんかキャーみたいな感じやったもんね。なんか助けに行くぞ、ローズ委員長が集めていた願い星が今ここにあること、セレブリティにはお見通し。セレブリティでないあなた方には不釣り合いな代物です。我々に差し出しなさい。それ使ってない、何するつもりなんやろね。願い星とセレブには何の関係もありません。まあ、ごもっともやね。なんでそのこと知ってるかは知らないけどめっちゃ座ってるやんくつろいではるやん。あんたたちなんかに渡せるわけない。お菓子とかも食べてたんかな。そのようですね。願い星の価値がわからないあなたたちには必要ありません。やれやれ、どうしましょう弟よ。ふむ、困りましたね兄じゃ鬱陶しいなえ、これさ、胸についとるのって何、あの卓球のラケットのなんかバッチ、普通にピンマイクとかなんかな。はっ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 は、顔困ってんのはソニアと博士だよ。ホップ、ポケモンを強引にダイマックスさせて許さないぞ。それと口だけも返せ。おやおや、てっきりチャンピオンが来るかと思えば、まさか負けた方がおいでになるとは。またコテンパンに敗北を味わわせて差し上げましょうか。水かけたら髪の毛どうなるか知りたいね。言い負かされてんじゃないっつーの。その通りですよ、チャンピオンだよ。一度負けたぐらいで気持ちまで負けてはダメです。いやー、いいこと言うね。元気出して。さて、わかった。ってことはあれか、戦うんか今から。ひとまずこいつらに出てってもらうぞ。こいつらですとめっちゃ激おこやん。兄じゃ我悔しいこいつらごときにこいつら呼ばわりされるなんて。高貴なものとして無礼な態度は許せません。前より戦闘向きのポケモンで叩き潰して差し上げましょう。あ、今度はバッチリダブルバトルやね。オッケー、任されよ。あー、トータくんとウソクムシャ、結局鋼系やん。トリトンにしちゃったよ。あ、でもトリトンも結局さ、なんか割といい技持ってるんじゃなかったっけ。効果抜群。まあ、これでいっか。あー、ドータくんの方ね。こっちは、あー、逆にグソクムシャリ効く感じ。どうしようかな。じゃあ、ドータくんから行こうかな。出会い頭。いた!いた!なんそれ。やからやん、そんな。出会い頭に攻撃するっていう感じ?あ。光の壁、特殊?に強くなった。あ、ああ、そうなん?え、騙された効果抜群って書いてあったやん。じゃあこいつ倒すか。ベニタックル。お、機械費、ああ。まだポケモン持ってる他に、二段切る。こいつも浮遊してそうじゃない?ああ、羊が寝てしまったよ。眠らせる側じゃなくて。かわいい。
はい、効果今一つか。ダメだな。え、こいつ浮遊してそうや。もういいや、水の波動でいいでしょう。牛乳飲みます。浮遊、まあ、できればデロデロちゃんを出したかったよね。聖なる鳥。え、まだポケモン持ってるよね。ホップ、まだポケモン持ってるよね。はい、デロデロちゃん、よし。これで炎タイプの技が使えるから、まあいい感じでいけるでしょう。あ、シャドーボールも効果抜群か。まあオーバーヒートで、いや、解放者にしとこ。オーバーヒートすると特殊攻撃が下がるはずなので、よいしょ、それ、あ、いいね、強いやん、狙い撃ち。はい、オッケー、レベル上がらない。そういえばあれやな、進化させるの忘れとったな。デロデロちゃん、ピリッキさん、なんか結構ポケモン持ってるね。うん、まあ、切り刻んを攻撃しましょう。インテヨンの火。火をどんどんこう攻撃していて、ストーンエッジ。わー、効果抜群。おー、いいですね。こっちの方がめっちゃ攻撃が効いたけど。よいしょ。しかしやばいんちゃう？なんかスピード遅いし。インテリオン攻撃していこう。あ、ナイスー、ナイス、ナイス。お、ダークマターちゃんがレベル上がりました。よし、銅鐸を燃やしまして。いいね。あー、残ってるー。ごめん、無駄になんかインテリオン倒されちゃった。ごめん、残しちゃって、ヒッピー。アーマーが、あー、グソクムシャおったね、忘れてた忘れてた。アーマーが素早いんかな。さっさとどっちかなんか攻撃してくれるとありがたいな。早いね、いいですね。あ、いいですね、ナイス。で、私がドータくんを、お、ピカテオもレベル上がったよ。いいね、いいね。で、銅鐸も燃やしちゃうんで、これで、OK。右の人まだ全然ポケモン出してへんもんね。まだあと2匹ぐらいおるんかな。結構レベルが上がっていきようけど、ギギギある。よし、1匹しかおらへんから。いいよ、フルボッコにしよう。ワイルドボルト。あー、効果抜群じゃない？なんか、あれやな、反動受ける攻撃めっちゃみんなしてくるやん。もう攻撃しようよ。あ、でも素早さガクッと下がるのがいいね。めっちゃ効いたやん。今までの人たちよりなんやろ、特防が弱いとかそんな感じなんかな。ダークマターのレベルがめっちゃ上がっていくね。タイレース。よし、これでラスト1匹やね。よしよし。インファイ。あー、痛そう。あー、でもヒッピー残ってる。ナイス。ここで防御が下がってるんで、もしかしたらこれで、一発で。あ、いいですね。強い。かっこいいな、なんか思いっきり攻撃して倒れていくその様かっこいい。アイアンヘッド、気合ダメいらない。いいですね、鋼技。ほい、勝ちました、やったぜ。どうしたらいいん、この人ら。
めっちゃお金くれる。よっしゃ、勝った、勝ったぞ。我々のトレーニング用のポケモンが負けるとは。ふん、二人がかりとはいえ褒めてあげましょう。そっちも二人やん。ですよね、お前らも二人がかりに見えますがね。早く朽ちた剣を返してポケモン暴れさせるのもやめろよ。よろしいでしょうか。おう、助手。お話中失礼します。知り合い？ちょ、そっち危ないですよ。え？スパイ！潜入任務ご苦労でした。願い星は手に入れましたか？ソット様、シルディ様が時間を稼いでくれたおかげで。あ！なんや。なんやお前、アイアンヘッドお見舞いするぞ。え、ちょっと待って、保管してた願い星。あら、見事にやられましたね。ふははは。おかしすぎて逆立ちしてお茶菓子が食べられそうです。じゃあやれ。先ほどの勝負はただの目くらまし。我々は戦う前から勝っていたんですよ。それではグッドバイ。ちょっとなんかさ、賠償金請求しよう。どうして？ソニー博士ごめんなさいね。最初から騙していたんですね。我々の計画のため仕方のないことなのよ。我々がもう一度王の末裔として君臨するために。王の末裔？音楽と雰囲気がなんか合ってないの。どうしたん？ああ、そっか、そらショックやわな。あいつら仲間がいたんだな。信用していた人に裏切られてソニアかわいそうだぞ。今はそっとしてやりましょう。先にそれ言って。話しかけちゃったよ一目さんに。あの者たち大口を叩くだけのことはありましたね。どうしたらいいの。外に出よう。わかりました。どうしようね。ちょっと待ってよ。静かに出て行っちゃってさ。だってソニア落ち込んでたから気を使ったつもりですが。確かに、騙されたのは私のミス。落ち込んだ。でもはい、落ち込み終了。あいつら大量の願い星を持ってったの。強い、強い女でよかった。悪用されたら大変なことになるし、しょげてる暇ないでしょ。強い。それでこそ。ぶ、くくく、大した玉ですね。大事件と向き合い、立派に成長したようですね。おばあ様。ダイマックスは人とポケモンの信頼があってこそ真の力を引き出せます。あの者たちはおそらく願い星のガラル粒子を強引に注入してダイマックスさせているのでしょう。だとするとどういうことになる。さすがチャンピオンのホタテ、いい顔してますね。願い星が生まれた今、被害がもっと拡大するかもしれません。強引にダイマックスさせられているポケモン、一体何のために。何をしたいかがよう分からへんよね。あいつら、ザシアンとザマデンタの本性を暴くとか言ってたぞ。本性ってなんなんやろうね。助手さんが言っていた王の末裔ってのも気になる。もしかしてそのままの意味なの？で、ホタテタウンマップ見てみて。今度は4つのスタジアムで同時に大きな反応だわ。結局全部回る感じね。早速、動き出しましたね。スタジアムがヤバいとなると今度こそマリーが危険では。あ、スパイクターン大丈夫。てかそもそもパワースポットのスタジアムないしね。うん、そうでしたね。楽しいな。ホタテ、のんびりしてられないぞ。ポケモンたちをズキアッと助けに行くっきゃないぞ。悪いけど、引き続きダイマックスの方よろしくね。こっちはこっちでシーソーソーゾンビのシーソーコンビの居場所探ってるから。シーソーコンビ、え、今回復してる？大丈夫？あ、大丈夫。じゃあまあ、おのおのじゃない。いろんな場所回っていこうやけど。どこから行こうかな。バッテリーが少ないらしい。ここが、オニオンのおるとこ？ってことはゴーストタイプ？どうしよっかな。そんなにゴーストにも強くないし、普通にピカテオでいっかな。よし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 。
まだ時間が全然あるんで、ちょっと行けるだけ行ってみましょう。電池もね。バッテリーちゃんとさしとかなあかんな。忘れとった。ちょっと牛乳飲みますね。大丈夫オニオン。あ、あなたたち助けに来てくれた？ま、付き合いですかね。どんな状況？付き合い。お客さんはみんな避難しました。チームリーダーとしてダイマックスに挑みます。よし、みんなで力を合わせるぞ。心強いです。ポケモンいっぱい暴れてる。一人一匹お願いね。あ、目が光った。さて。いや、このなんかアングルすごい。別になんかそういう変な意味じゃなくてね。世のワールド。ガオー。ガジュー？ダイマックスできるかな？かわいい。あ、できるね。光ってこんなとこの周りの景色楽しむ？巨大バンライしときましょう。パパッとね、強い攻撃をして、蹴りをつける感じで行きましょう。ほい。ピー。はい、巨大バンナイ。どんぐらい効く？あ、いいですね。割と、そうかね。あと他も、お母さんに、いるからね。お、麻痺ナイス。しかも動けないとかなりナイスですね。あれ他のみんなは？え？他のみんなは？え？こっちダイマックスしてもさ、他のみんないたよね、前まで。 え、ダメ？もしかして。え、あれ？今回は全員で戦うわけじゃなかったの？あれ？あ、ありがとうございます、ポケモンたち。みんなおとなしくなりました。あ、あの子たちはここで休ませてあげれば元気になると思う。あの子たちって一匹しかおらんかった気もするけど。ホタテさん、これリーグカード。はい、ありがとう、レアリーグカード。あ、あとは僕頑張ります。他に困ってる人いたら助けてあげてください。ネズさんのももらえるんかな、そのうち。シーソーコンビが大量の願い星手に入れたから、ダイマックスさせられたポケモン多くなったんだよな。あ、一人一匹ってそういうことか。残り3箇所、テンポ上げていきましょう。全部で3匹おったからってことか、そういうことか。なるほどね。んじゃあ、ま、ピカテオは次のジムで回復するとして、次じゃあメロンさんとこ行こうかな。違うな。アラベスクタウンはフェアリーのとこよね。まさかまたここに来るとは。いや、かわいいよね、ここ、ほんまに。いや、かわいい。フェアリーか。まあ、ピカテオでいいかな。ほい。よしよし、じゃあ。また同じようにピカテオで挑みましょう。いや、かわいい。いやー。いいよね、このメルヘンな感じ。めっちゃ好きよ、メルヘン。さて、そうか、ビートがジムリーダーになってるんか。あなたたち、ビートダイマックスは？僕が苦戦するとでも？エリートでありフェアリータイプのジムリーダーの僕が？そういえばジムリーダーだったな。エリートかどうかは知らないけど、もしかすると、もしかしてですよ、今頃助けに来たとか。そもそもエリートの僕にサポートは必要ないのに。ほんまにいいん？大丈夫な？相変わらずだな、心配してきたんだぞ。面倒なジムリーダー。せやな、割と真っ当なこと言ってるよね。
今度のジムチャレンジも大変なことになりそうですね。オリーブさんに騙されてイリオに使われていた僕、今こそ自分の生き方は自分で決めるのですよ。え、シーソーコンビとそのオリーブさんたちの関連性ってあるのかな。で、はじめにホタテさん僕と勝負すべきです。そうやって今そんな場合じゃないんやって。クイズ全問正解の坊や、行き急いでちゃダメさ。ビートはダイマックスポケモンを一人で3匹も沈めた。あんたらに時間をプレゼントしたようなもんさ。そもそもビートの人生に他人が口を挟むのはなしさ。じゃあ私らの人生に口を挟むのもなしじゃない。もっとも私はめちゃくちゃ影響を与えてやったけどね。そういえばそうでしたね。まあまあさすが88歳。怒られるでそう言うたら。ポブラさんは関係ありません。これは僕のための戦いです。選択肢は一つ、イエスだけですよ。分かったよ。生まれ変わった僕とポケモンたちの素晴らしさちょっとだけ見せてあげますよ。ジムリーダーのビーチ、チーフ、果汁。さてよ、いまいちじゃない。ジムリーダーとしての毎日があなたよりもぬるぬるな。あー、穴を掘るいいやん。穴を掘るしよう。だったった。まあ、ネズミやし穴も掘れるよね。嘘泣き。聞いてへんで。だって今穴の中おるから。いいですね。微妙に残っちゃってるけど。今度こそ嘘泣き。うえーん。速防がガクッと下がる。でも、この穴を掘るで、チートはやっつけることができます。めっちゃ泣くやん。はい、オッケー。さあ何匹ポケモンがいるかやね。サーナイト、うん、エッパーか。どうしようね。あ、一回ピカテウで。まあ普通にエレキボールバン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 打ってみるのもありかな。10万ボルトの方が良かったかな。ほい、あーちょっと残ったね。マジカルシャーン、わー、ひがめが、ひがめが、ちょっと待って、効果あり、効果抜群、シャドーボールある、いいね、これでいこう。さあ頼むやで、効果抜群、未来予知。これ何ターンか後に攻撃が食らうやつやね。未来予知じゃない、待って、シャドーボール。今のうちにやっつけちゃっとこう。オッケー。さあ、ギャロップ。ギャロップって、あのガラルギャロップでしょ。どうしようかな。このまま行くか。ユニコーン。よし、これで行きましょう。そうか、フェアリーにはゴーストがいいんか。すぐ忘れちゃう。わ、めっちゃ効くやん。あれ、エスパーか。フェアリーじゃないか。よし、これもじゃあ、デロデロジャーのままで。あ、これラスト？あなたはガラルの歴史で最も強いチャンピオンかもしれないね。そうだそうだよ。で、こんなとこ選択肢出る思わへんかったやん。そうだよって言っちゃったやん。そうなんですけど。あー、すごい色味が綺麗ですね。ピンクとブルー？この色って可愛いよね。あー、ちょっと残っちゃった。なんかいい演出やね。今受けるんかーい。あー、急所、未来予知の攻撃急所に当てるとかやめて。もうじゃあ、あとはゴツゴツネットでいきますか。
ちょこちょこちょこ、うん、もう何でもいいでしょう倒れるやろ、うん、ちょっとこの色もすごい似てるね。そうやと思うと何も考えて技出してもたら全然やん。原子の力にするか。原子の力それ全然やん。なんかうわー物理攻撃してほしかったな。ゴツゴツメット。なんかピンチなんやけど割と。まあ全員で挑めば勝てるかな。マジカルシャイン、キラ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 これで、このタイミングで元気のかけらをピカテオに使う。よし。OK。OK じゃないけど。ピカテオの、じゃあ10万ボルトで、まあ、どれぐらい通るかよね。ピカテオ。頼む。いい感じで通っておく。ナイスー、ナイスですよピカテオ。よしよしよし、いかー、これは何かのミスです。だって僕はジムリーダーですよ。こちらチャンピオンですよ。お金どうも、ありがとうございます。あなたをチャンピオンとようやく認められますよ。悔しいですが自分に足りないものが分かりました。ほんまに僕はもっと強くなりますよ。フェアリータイプを極めますから。ポプラさんがめっちゃ似てる。あ、どうもリアリーグカード。ではジムリーダーとしてスタジアムをきれいにします。今のポケモンショップピンクがたっぷりだったじゃないか。あー、ポプラさんもありがとう。確かに色合い可愛かったね。ジムチャレンジの権利を奪われてもトーナメントに乱入したり、あいつたくましいな素直に褒めてるんかな。ジムリーダーとして認められたのもなんとなくだけどわかるぞ。ピート目正直うざいけどトレーナーとしてはすごいよな。真面目だからね。真面目なんかな。あ、ポケモン勝負を見ていて努力しているのはわかったぞ。君たちおしゃべりするなら紅茶でも用意します一緒にお茶しに行く。よし、負けてられないぞ。次行くと次ステーキハウス行こう。さて、他のところで暴れているダイマックスポケモンも早く何とかしてあげるぞ。オッケー。さすがに次はおるよね。次がおるとしたら、エンジンシティじゃなくて、ナックルシティ。あとここか。あ、ポプラさんのとこね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これは次回ということで、ちょっとリーグカード見ようかな。レアですね。あ、いいやん、なんか。いいやん。かわいい！ショタ！ショタじゃないですか。いいもの見ましたね。はい、じゃあセーブしよう。おおおおおお。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。